セット。思った通り、あなたがリンクすると強くなる。あなたごと食べちゃった方が美味しそうだけど、それよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべき。ああもう迷っちゃう。やむをえん。ちょっとけど、あの体力の消耗具合、セル、いくら逃げても無駄よ。あれ、ね、どういうことだ。この星のエネルギー源など高、まさかあのクローンたち。いずれにせよ、ボランとか戻ってくるまでおめえ何してたんだ。セルって、あのセルとリンクしてたんか。は、なんでまたそんな奴のところに。こいつのことだ。また意図せずリンクしてしまったんだろう。まあ無事に戻ってきたんだし、いいじゃねえか。生きてるってことは、敵は21号だけじゃないってことだぜ。いずれにせよ、今は21号を倒すことを最優先に考えるべきだ。弱ったな。あいつまだパワーが十分じゃねえって言ってたけど、まだ強くなるのか。菓子なんか食ったって腹膨れねえし、力も出ねえだろうにな。奴の食の好みなど知らん。それより、どこまで強くなるかが問題だ。もう、ここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかで、さっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいところなんですけど、さっきから木探
ぶってんだけどよ。おそらく21号はセルま、すぐに見つかんねえもんは仕方ねえよな。まずはオラたちができることをすればいいさ。となるとまずはこっちの戦力を増やした方がいいな。ああ、まだ見つかっていない奴らを探し出すのが一番有効だろう。まったく、こんな時にベジータのやつどこいだ。いつもは偉そうなくせに肝心な時にいないんだから。まあまあブルマさん、そう言わないで、きっとすぐに見つかりますよ。お、そうだ、リンクにも慣れてきたしよ。早速試してみっか。この木は間違えねえ。ベジータだ。本当？見つかったの？やるじゃない、ソン君。そんじゃ早速ベジータのやつを助けに行くとすっか。
んだ。これやっぱりコツ掴んだみてえだな。どう？ベジータのやつ、確かにこの辺りにいるは。おい、あれ見ろ。ベジータ、あなたの命もこれまでですよ。行こう。あなた、おやおや、皆さんお揃いのようですね。ですが、惜しいことをしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかった。あの女の餌？もっとも餌という意味ではあなたたちいい機会です。ここで全員始末して差し上げます。お待ちください、フリーザ様。
我々もお手伝いいたします。リフィール変わらずというか、なんというか。なあクリリン、あれ意味あんか。ま、まあいいでしょう。では全員まとめて始末すると始末しようか。なるほど、セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができるとは。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが。おや、何です？俺たちがあの女の餌になるとはどういう意味だ？21号の目的は俺たちを倒すことではないのか？いいでしょう。私に善戦したご褒美に教えてあげます。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は。いいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね。21号は人間を捕食することで戦闘力を増強できるのです。なんだって？
を主にお菓子に変えて食べるようですがね。まったくふざけたやつですよ。なるほど、そういうことだったのか。マジかよ、そんな方法で力を吸収するなんて。まるでセリアブーみてえなやつだな。だがそういうことなら、21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。バカなことを言わないでください。21号はおろか、あなたたちにやられるつもりはありません。逃げるつもりかよフリーザー。おおお、リングさん、お任せください。グルド、金締まりの術だ。しまった。それでは皆さん、近いうちにお会いしましょう。おおおおおおお。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。だが隙をつかれてフリーザに逃げられるとは、貴様ら相変わらず常グルドの超能力のことはナメック星で戦って知っていただろうが。いや面目ない。ちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんかみんなが頑張ってる間グーしか寝て。まあ今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。そんなことより、フリーザの話が本当ならかなりパワー。そうよ、早いとこやっつけないとまずいんじゃないの。やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号、やれカッコつけちゃって。言ってもよ、おめえずっと寝てたから。パカッと、貴様は黙っていろ。ベジータ、自信が。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。フン、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。チッ、おい喧嘩すんなって。それによベジータ、おめえがフリーザにやられそうになった時、自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ああそうだな、それに貴様に礼を。なんだと確かに気持ち悪いな。なあみんな、とりあえず今はさ。居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。21号が強い相手を捕食して、これ確かにそうだな。クローンと戦うことで、よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむを得ん、今回だけだから。
ご飯、お前ピッコロと修行するようになったらしいな。戦いの勘は戻ってきたのか？少なくともフリーザが来た時に比べればマシになったと思うんですけど。まったく、貴様のその平和ボケした態度は何だ。サイヤ人ならサイヤ人らしくもっと強さを求めろ。そもそも修行を始めたといっても気概が感じられん。え、僕なりに真剣にやってるんですよ。ならピッコロやカカロットのような甘いやつに師匠を頼むな。そこまで言うか。ベジータさんが僕を鍛えてくださいよ。断る。自分を鍛える方法は自分で見つけやがれ。ベジータさんってある意味昔のピッコロさんより。ぼさっとするな。敵が来るぞ。